はい、どうも、なおひろです。今日からですね、夫の独り言というシリーズでですね、僕の音声だけの配信もやっていこうかと思います。記念すべき第1回目の今日はですね、子供に投資を教えるにはというテーマでお話ししていきたいと思います。突然ですけど、皆様投資はされておりますでしょうか？うちはですね、僕と妻と息子とそれぞれの証券口座で積立NISAであったり、あと定期的にですね、後輩とETF や債券などをですね、購入して着々とですね、資産額を増やしておりますが、僕らのですね、周りの友人の方々ですと、結構ね、投資はせずにお金は銀行口座に全部貯金してますっていう方の方が多いんですよね。でね、そういう方に投資やんないのって聞きますと、なんかね、投資って危ないんでしょっていう風に言われることがあるんですよね。まあ確かにね、元本割れするリスクとかありますので、もう 100% 安全な投資なんてあるわけないですけども、そもそもね、投資と投機、ギャンブルですね、こちらの違いもわからない状態でお金について正しい判断ができるのかなっていうのが、まあ、はなはだ疑問なところなんですよね。まあおそらくはね、できないと思います。で、そういったお金について知識がない大人の方々が世の中の過半数だっていうのの原因の一つとしては、やっぱり学校教育でお金についてのカリキュラムがないからなんですよね。で、ね、自分のね、子供の頃の時代、学生時代をね、思い返してみても、確かにな、小中高大と投資ですね、お金の授業なんてほとんどありませんでしたね。うん、まあ大学の頃はね、経済学部でしたので、経済学をね、一通り学びましたけども、特に小中学校ですね、義務教育の時にはもうなんかお金について話すこと、それ自体がちょっと癒やしいことみたいな風潮は、子供の頃ながらにね、なんかちょっと感じてはいましたからね。それはね、なんか今も昔も変わらないみたいですね。まあなので、学校でお金について学ぶことはできないわけなんですよね。でね、学校の先生もね、多分ね、お金についてはね、知らないと思いますね。試しにね、学校の先生に、投資と投機の違い、または株式と債券の違いは何ですかっていう質問をしてみるのも、まあいいんじゃないかなと思います。きっとね、答えられないはずですね。まあね、こんなこと聞くとね、かなりの高確率で嫌な顔をされると思うので、おすすめはしませんし、僕もね、そんなことはしませんが、うん。まあ、つまりね、お金について、の知識を養おうと思えば、学校では無理なので、独学か親に教えてもらう、この二択になってくるんですよね。でね、子供が自発的にお金の勉強を始めるケースっていうのはかなり稀だと思いますので、親からの教育がほぼ全てになりますね。うん、つまり、まあ、お金について疎い親の子は漏れなくお金に疎いまま成長して大人になっていくんですね。世の中のね、大半の方はお金について十分な知識を持たずにね、成長して大人になっていって、いずれ何らかの形でお金に困ることになるんですよね。僕もね、本当に、その一人でして、お金について全然わかんないまま、すくすくと成長して大人になっていきまして、20代とかね、もうそりゃお金に困っていましたね。まあなんかローン組むとかではないんですけども、いつもお金がないな、お金がないなって感じで、自分がお金持ちになるようなイメージすら描けないような感じでした。ね、そんなね、青春時代送った方っていうのは、まあ僕だけではありませんでしょうし、むしろそういった方の方が大半なんじゃないかなと思います。まあね、うちの妻もみたいに、女性はね、結構ね、堅実に貯金される方も多いと思うんですけども、男はダメですね。もうあればあった分だけ使っちゃうわっていう方の方がね、多いですからね。まあ男の差がとも言えるんではないでしょうかね。でね、はい、ちょっとね、横道にそれましたけども、まあそんな僕もね、30代に入って結婚して、まあ去年ね、息子が生まれたんですよね。そして僕は親になりました。やっぱり自分、我が子は可愛いですね。ね、子供が生まれるとですね、考え方が変わりますね。やっぱりね、失うものっていうか、こう、守るべきもののあるかないかでは全然変わってきますね。でね、本当に、息子にはですね、幸せになってほしい。お金の苦労なんかしてほしくないっていうことでですね、やっぱり、ね、ちゃんとね、お金について学んでほしいなっていうふうに思うようになったんですよね。そこで自分の子供時代を振り返ってみるとですね、先ほどもね、申し上げた通り、周りのね、大人たちは先生を含め、両親、副先生を含め、誰一人としてですね、どうやって稼いだお金をさらに増やすかということは教えてはくれませんでした。まあね、ちゃんと仕事を皆さんしてますからね、働いて、対価として給料を得るっていうのは、まあね、まあ、僕もなんとなく子供の心ながらに知ってましたけども、お金に働いてもらってもっと増やすっていうことは全然知りませんでした。でね、当時は、
インターネットもまああるにはあったんですけど、今のように気軽に使えませんでしたし、自分でね、お金、そして経済についてね、興味を持って学ぶきっかけを見つけるっていうのももう至難の技でしたね。で、実際しませんでしたし、まあでもね、今はインターネットがあるので、知らないことをね、ほんと探しやすくなりましたね。ここでね、ちゃんとしたお金の知識のベースを子供のうちから築いておくことができれば、僕らの子供世代っていうのはもっともっとね、お金に、強い世代になるんじゃないかなと思うんですよ。そこで僕の息子、今0歳ですけども、彼が10歳ぐらいになったら実際に投資をしてもらおうかっていうふうに考えております。ではね、どのように彼に投資を始めてもらうのかと言いますと、いきなり株式を買ってみなさいっていうことではありません。株式投資でしたらね、僕と妻がですね、彼の証券口座を通してまあ淡々とやっておきますので、そこはいいんですけども、息子にはですね、自分の生活によくある場面を活用して投資を学んでもらおうと考えております。その前にですね、まずお金の使い方をですね、おさらいしていこうと思います。お金にはですね、投資、消費、浪費の3つの使い道があるというふうに僕は考えております。投資はですね、今後価値が上がりそうなものにお金を使っていくことです。株式や債券などの金融商品、そして不動産の購入などがこれに当たりますね。で、次、消費はですね、生活に必要なものにお金を使うことです。食品の購入や水道光熱費の支払いなどがこれに当たるかなと思います。で、最後、浪費はですね、必要でもなくて今後リターンも、期待できないことにお金を使うことです。見栄っ張りな高級ブランド品や車の購入、そして、まあ散財などはですね、こちらの浪費に当たるかなと思います。で、世の中のね、ほとんどの人がまあせっかくね、汗水さらして稼いだお金をですね、消費と浪費に使っております。どちらも残念ながらお金が増えない使い道でございますね。うん。で、僕の息子がですね、まあ成長していく過程でですね、まあお小遣いやったりしてお金をあげることがあると思うんですよね。そうしてですね、息子の手に渡ったお金をですね、今後彼にとって価値が上がることと、お菓子を買うなどの消費とですね、どっちが利益が大きいかなっていうのを考えてもらいながらですね、お金と、もう投資について、まあ、学んでもらおうと、ちょっとね、考えているんですよね。まあ、具体的な例を言いますと、例えばですね、息子がですね、お手伝いで掃除機で床を掃除してくれたら、1回につき10円をあげるとします。で、このお手伝いを10回すればですね、まあ100円貯まりますので、ちょっとしたお菓子が買えるようになります。でも、そこで彼に考えてもらいます。稼いだ100円でお菓子をすぐに買わずに、もうちょっと頑張って1000円まで貯めて、その1000円をお父さんに出資してくれたら、ルンバを買ってあげますよ、というふうにです。これでね、出資してくれたご褒美としてですね、息子には月50円を、未来永劫彼が何も手伝いもしなくても与えますっていう条件を提示します。もちろんね、ルンバは1000円では買えませんので、足りない分は、親が出すとしますけどもね。うん。で、これね、何のメリットがお互いにあるかと言いますと、家庭という事業を営む、僕と妻はですね、ルンバを買うことによって、掃除の手間がまず省けます。はい。そして、出資者である息子はですね、自分が働かなくても、手に入る不労所得を手に入れる権利ですね、が手に入るわけですね。彼はね、この提案をね、受け入れるでしょうかっていうのが面白いところなんですよね。まあ、これまでのお話はですね、自分の時間を切り売りする労働者マインドから抜け出すためのいい練習になると思うんですよね。僕もね、大人になってからお金のこと、投資のことを学ぶまではずっとこの労働者マインドにいました。自分の時間を切り売りして、その対価として報酬を得る。なので自分が働けなくなったら、それ止まっちゃうんですよね。うん。でね、世の中たくさんの会社に勤めている方いますよね。僕も今実際会社に勤めてるんですけども、会社員の方って会社に行ってればそんなに成果が出さなくても、出勤さえしてればね、本当毎月安定した給料がもらえますよね。でもそれはつまり自分が働けることが大前提になってるんですよ。働けなくなったらどうしましょうね。怪我や病気をしてしまう、今のねコロナ禍のような不況でリストラにあってしまう、そもそも会社が倒産してしまうなどのですね、リスクは誰にでもあることです。そんな事態に備えて経営者と投資家の考え方を養っておくっていうのはとてもね、有益なことだと僕は思うんですよ。
そもそもね、会社員として雇用される立場にいるとしても、経営者の考えを理解できる方が出世にも有利ではないでしょうかっていうのがあると思うんですよね。だってね、利益を最大化することが企業の目的ですからね。はい。まあ、どんな綺麗事を並べても、この資本主義社会の中で生きている限りはお金が必要です。そしてお金があることで解決できる問題は実際多いです。僕はですね、息子にお金についての、教え方を考えながらですね、アウトプットしながら僕自身の知識も強化していくつもりです。僕の息子にはね、もうやりたいことどんどんやってってほしいんですよね。お金がないからね、やりたいけどこれは諦めるかなんてことになってほしくないから、一緒に学んでいこうかなというふうに思うんですよね。皆さんはどうですかね。お子さんはいる方、いない方もですね、やっぱりね、お金についての知識を、つけていくっていうのは、本当に人生にとっての、ものすごいプラスがあるかなと思いますので、もしよろしければですね、一緒に勉強していけたらなと思います。今日はね、この辺にしていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。